パシフィックウエスタン航空501便火災事故は1984年3月22日に発生した航空事故。カルガリー国際空港発エドモントン市中央空港業パシフィックウエスタン航空501便の離陸滑走中に左エンジンが破損したことを発端に火災が発生し、最終的に機体の大部分が焼き尽くされたが死者は発生しなかった。 1983年8月に撮影された、事故機事故機のボーイング737から275は、2機のプラットホイット 2JT8D-9A エンジンを搭載しており、初飛行を1981年4月3日に行い、事故までに7447時間飛行を行っていた。501便は7時35分にプッシュバックを行った。 7時42分、離陸滑走を滑走路34という道路 C-1 の交差点から開始した。滑走開始から約20秒後、約70ノットで滑走中に爆発音がし、機体が左にそれ始めた。機長はすぐに、ブレーキとスラストリバーサーを使用して、離陸中止をした。パイロットたちは、左の着陸装置が破損したのではと考えていた。そのため、 機長は C-4、出口から誘導路に出ることを決めた。C-4 に近づくにつれ、パイロットは左エンジンの RPM が0%になっていることに気づいた。離陸中止から23秒後、副操縦士は管制官に 501C-4 から出ると伝えた。その後、客室乗務員が操縦室に入り、左収翼から出荷していると伝えた。 管制官は火災を確認し、パイロットに伝えた。離陸中止から1分2秒後、客室乗務員はさらに、左全体、その後側全体が燃えていると述べた。機長は消火装置を作動させ、副操縦士は緊急車両を要求した。1分36秒後に、コックピットの火災警報装置が作動した。客室乗務員が、再び操縦室に入り、 火災が急速に燃え広がっていると伝えた。機長は機体を停止させ、乗員乗客は1分55秒後に緊急避難を開始した。死者は出なかったものの、乗客4人が重傷を負い、機体は修復不能なほど燃えた。左エンジンの第13弾コンプレッサーディスクが破断し、破断したディスクの破片がエンジンケースを貫通、さらにエンジン金棒の主翼仮面を突き破って、 燃料タンクに穴を開けた。燃料タンクから流出した燃料が即座に発火し、流出した燃料によって左主翼及び後部胴体へ燃え広がった。第13弾コンプレッサーディスクの破断は金属疲労による亀裂の拡大によってディスク背面のハメ合い部及び4つのタイボールと穴に沿って生じ、3インチ17インチの半月状の破片が生じた。 また金属疲労による亀裂は十二個あるタイボルト穴のうち肌道金棒の六個の穴にも確認された。亀裂はナンバー八タイボルト穴に高サイクル疲労による亀裂が生じた後に高サイクル疲労と低サイクル疲労の組み合わせによって亀裂が拡大した。コンプレッサーディスクに亀裂が生じた根元原因については調査に協力したエンジン製造者であるプラットホイットに 運用者であるパシフィックウエスタン航空からも様々な主張がなされた。1981年5月のオーバーホールでマニュアルに規定されていない補修を受けた部品が組み込まれたことが一つの要因となったという主張は指示されたものの破損に至った正確な機構を示す決定的な根拠とはならなかった。その他に主張された推定要因はいずれも単独では 問題が発見されていない多くの同型エンジンにも共通して内在し、事故を起こしたエンジンに固有でない要素であるか、または根拠不十分な仮説に止まった。このため亀裂が生じた根元原因は不明確ながら事故を起こしたエンジンに固有な複合的な要因によるものと結論付けられた。この事故から1年5ヶ月後の1985年8月22日に、 マンチェスター国際空港でも同様の事故が発生した。137人の乗員乗客を乗せたブリティッシュエアツアーズ 28M 便の左エンジンが離陸中に出火し、501便同様に離陸を中止し、機長は誘導路に機体を停止させた。しかし、様々な要因が重なり55人が死亡した。事故原因は、501便と同じくエンジンの破損による、 燃料タンクの破裂だった。ありがとうございます。